サーや高校野球の応援などでおなじみの指笛でメロディーを奏でるコンサートが浦添市で開かれました。このコンサートは指笛の継承や普及に取り組む愛好団体指笛王国沖縄が毎年開いているものです。指笛を吹く際に指を数字の7や1あるいは0の形にすることから、主催団体では7月10日を指笛の日としています。指笛の日に合わせて浦添市役所のロビーで開かれたコンサートには、団体のメンバー13人が指笛の合奏や独奏で9曲のメロディーを披露しました。訪れた人たちは指と口だけで奏でられる音楽に感心したように聞き入っていました。指笛王国沖縄は今月31日にテダコホールでコンサートを開く予定です。